2年前のハドソン川、俺たちは新型メタルギアが極秘裏に輸送されるという情報をつかんだ。今思えば疑うべきだった。たまんねえ。大塚明夫さん最高だぜ。2年前のハドソン川は。一生聞いてられる、2年前のハドソン川は。フネグだね。なんか今日喉痛いな。タバコ吸ってる。やっぱスネークといえばタバコだからな。お、ステルス迷彩。から入るんだ。かっこよ。やつが来たようだ。予定通りだな。もうリボルバー撃ってるってもう見られてんじゃん。待ってくろよ。お、ウジじゃん。ウジポンチャオカイリプロデュース&監督小島秀夫さん。メタルギアソリッド2サンズオブリバティ。たまらん。たまらん。聞こえるか、オタコン。あ、僕だよ、スネーク。聞こえる。待たせたな。スニークポイントに。やば、待たせたな。着地の衝撃でステルス迷彩が壊れた。ずいぶんこき使ってきたからね。悪いけど我慢してくれ。軍じゃないんだ。ああ、ステルス迷彩壊れちゃった。いつまでもこんなものに頼るつもりはない。だけど民間のいいところもあるだろ。プライバシーは守られてるし。変な薬も盛られずに済むしな。うるさい見張り役がいない。シャドウモテツ事件の皮肉やん。また彼女に頼んでおくよ。ナティックの新兵器。陸軍兵士システムセンターからの横流しか。彼女に伝えといてくれ。いずれはバレる。早いうちに手を引くようにな。それもそうだね。じゃあスネーク、本題に入るよ。シャドウモテツ事件の後、
メタルギアの技術情報がブラックマーケットで密売されたよね、うん、オセロットの仕業だ。ああ、それで全世界にメタルギアの亜種が拡散した。今や核武装国にとってメタルギアは特別な兵器ではない。今回の新型はそれらに対抗するために設計されたものらしい。水陸両用のハイメタルギア兵器。ハイメタルギア兵器か。新型は海兵隊の所属ってわけか。目的はその船に積まれている新型メタルギアを発見して、その証拠映像をカメラに収めることだ。なるほど。でもまずは戦況最上階にある操舵室に向かってほしいんだ。その偽装タンカーがどこに向かっているのかを調べてもらいたい。情報収集か。新型メタルギアには分からないところが多いんだ。ナオミね、運用方法、うん、ナオミハンダ達成しているのか。練習場所が分かればフォックス台埋め込まれてたからね。分かった、先に操舵室へ向かう。あとできるだけ戦闘は下げてくれよ。目的はあくまで新型メタルギア開発の証拠を集めて。いやー、隠密できるかな。誰にも見つからずに隠密なんてもうやってねえからな。分かってる、俺たちはテロリストじゃない。そうだよ、反メタルギア財団フィランソロピー、国連にも NGO として登録もされてる。まあ NGO の中では過激な存在には違いない。オタコンとスネークがいるってだけでたまらんわ。それじゃ装備の説明をするね。いや、操作方法の説明頼む。ベレッタ M92F のバレルを改造した簡易麻酔銃。お、麻酔銃か、やった。スライドロックされているから一発ごとのリロードが必要。なるほど。ちょっと不便だけど、現地調達よりはマシだ。サプレッサーもついてるし。うん、サプレッサーついてるのたまらん。数秒で効くし、薬は数時間は持つ。アフリカ像でもぶっ倒れるくらいだ。レーザーポイントについてる。麻酔弾はどこに当たるかで効き目が違う。手足や頭部、胸部では最大数十秒は違うよ。四角で撃つのこれ。装備の方は。ちょっと待って、説明早いよ。スネーク、なんだい。タバコ。相変わらずだな。お守りみたいなもんだ。しょうがないやつだな。オタコンの声優さんもたまらんよね。使い方はこれまでとほとんど同じだ。小暮くん、キャメラやん。いや、使い方全然わかんないけど俺。大丈夫そう？こんな操作方法全くわからない状態で大丈夫そう？武器は持っていないようだ。いいかいスネーク、相手は正規の海兵隊員だ。テロリストじゃない。見つからないようにね。なるほど。高度だよ。オーケー、スニーキングミッションね。ところでオタコ、お前の情報は確かなんだろうな。間違いない。なんか操作むずそうだよね。テンポの極秘ファイルにハッキングしたんだ。痕跡は残さなかっただろうな。信じてくれよ、そんなヘマはしてない。これが罠である可能性もある。俺たちは賞金食いだからな。考えすぎだよ。だといいんだ。考えすぎか。ここだとごく普通の乗組員にしか見えないな。まさか甲板にいる連中に軍服を着せるわけにはいかないだろう。ハドソン川やマンハッタン湾は船の往来が頻繁にある。リバーサイドからも丸見えだしね。汽水が妙に深い。航海計画書によるとハドソン川上流で重油を下ろしているはず。やはりあれがあるということだよ。相手の作戦の通常作戦規定にもあるように船への潜入は後部からと決まっている。もう少し警戒していてもおかしくないんだ。心配性だな。衛星ビジネスも繁盛している。あれがあるとすればおそらく甲板下の戦争。なるほど。戦争への入り口はわかるかい。もうプロの会話する。ずっと入り口はいくつかあるようだ。ずっとプロの会話する。あらら、やられた海兵隊のやつ。あらあら、普通にボコボコでやられてるやん。わわ、あ、殺された。どうやらメタルギアを狙っているのは俺たちだけではないよな。さっきのヘリの音。あ、おそらく別の部隊だ。殺されて捨てられとるがな。乗っ取るつもりか。コントロールを抑えるつもりだよ。男、この規模のタンカーを制御するには最低何人必要なんだ。コンピューター制御だから18人くらいか。おう、せやなじゃないよ。絶対分かってないだろ、うち。AKS74U。 なんかやっぱ面白いな、メタルギア。すでに面白い。セルゲイ・ゴルゴビッチが
ジャーヘッドにあんな挑発はいない。写真を送信する。身元を調べてくれ。いやー面白いなこのゲーム。もうこれ一層面白いんだけどこのゲーム。船の制御を抑えられたようだ。カサッカ。アタッカ。カサッカって貨物設計局の輸送ヘリ。すげえな、プロペラの音だけで分かるのさすがだね。奴らの正体を調べる必要があるな。そんなもの飛ばしてるなんてどこかの軍隊かな。いや、そうとも言えない。民間型の KA-62 かもしれない。いいかいスネーク。必要なのはメタルギア開発の証拠写真だ。それさえあればいい。あとは NGO のホームページに掲載して情報を公開する。ほうほう、ね、手荒な真似はしないでくれよ。わかった、努力する。シャドウモセスの時とは違うんだ。何かあったらすぐ連絡してくれ。かしこまりました。周波数は 141.12 だ。141.12 ね。僕がするよ。西部用の専用回線は 140.96。 140.96 メイリンがなくて残念だけど、セーブしたい時はこっちに無線してくれればいい。あ、ベラザの場所を越えたところで待ってる。ベラザの場所ね。するんだ。また連絡する。オッケー、大丈夫かな。お、まあなんとなくそのベラザノバシまで脱出しろとかいろいろなそういうことは分かったけど、大丈夫かなそれ。このゲーム面白すぎだろ。むむむ、あ、キャメラか。ん、あ、なんか殺されまくってんじゃん。そうレーション、ん？何これ？いや、そこ行けないな、これ多分。監視キャメラのせいで行けないです、そっち。こっちじゃねえな、したら。うわああ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 あスネーク、応答してくれ。スネーク、スネーク。いやいきなりさ、そんな、いや、そんないきなり船の中にさ、赤外線の爆弾仕掛ける、いきなり。むごいな、これ。いや、これはわからないだろ、普通に。どういうことなんだよ。スネーク、スネークって言ってるね、ワンだったら。タイタが。いやー、これかー。こいつは厄介だなー。オタコンの通信を聞こう。オタコンの通信がね、遅いのよ。進んじゃいけない。そう、遅いのよ。先に言ってくれよ。通路の両側の機械、赤外線センサーか。ああ、そしてそのセンサーにつながってるのは、セムテックス。セムテックス。プラスティック爆弾だ。先に言ってくれ。もしセンサーに引っかかったら、この船ごと海の藻屑だな。その通り。先に言ってくれよ。赤外線の本数はそんなに多くないね。それくらいなら赤外線に触れないように抜けられるんじゃないか。え、どこに赤外線が走ってるかを見るにはいつもの方法を使えばいい。脇に消火器が置いてあるね。それを壊して消火剤を撒き散らしてみるのもいいかもしれない。なるほど、そうか。まあ、とりあえず、まずあいつ来るから、あいつをまずやろう。ファイヤー。ああ、なるほど。下がほふくで通れるってことね。なるほど、オッケー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 。怖いわ、もう。怖いわ、もう。勘弁してよ。ひどい目にあったね。俺敵の視界しか見てなかったからさ、あいつが裏行った、今なら行けると思ってさ、ピュッて行ったっけさ、赤外線センサー仕掛けられてて、
ボン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 って。お、来た。やっとデッキ着いた。みんな殺されてる。やはり火山か。アタックだ。ロシアの輸送ヘリ。ロシアの輸送ヘリ。ってことはこいつら KGB？考えてること残酷だな。これ兵士の気持ちになったらやってられないやつや。これでもデッキで目的地がどこか調べて新型レイの場所に行くのか、戦争に行くんだったのか。スネーク、その船の行き先は分かったかい？ああ、北緯35度、西経58度のあたり。西経58度？バミューダ島の沖800キロぐらいか。大西洋のど真ん中。大西洋のど真ん中？新型メタルギアは単独演習が可能なほど完成してるのか。それにそのあたりは海軍第二艦隊の作戦海域からも外れてる。完全に海兵隊独自のプロジェクトってことだね。ということは新型メタルギアは海軍の支援なしで単独作戦行動を行う性能を持ってる。やばいじゃん、完全自立型じゃん。まあ詳しいデータは後で分析することにするよ。スネークは次に戦争に行ってメタルギア本体を。なんだ？お。なんかいるな。なんか言っていい？これボスじゃね？怖いなぁ、なんか行くの。女っつって、それルパン三世やないかい。シャラシャーシカたちが降下した。これから私も戦争内へ向かう。こっちはどうだ？シャラシャーシカ。制御室、通信室、機関室も含め全て制圧。戦争への出入り口も全て確保した。赤外線センサーも設置済み。そうか、よくやった。爆薬のセットは完了したわ。いいか、あれをダッシュしたらタンカーを沈める。誰が操縦を？ VR 訓練を受けたのはあいつだけだ。奴しかできん。あいつを信じて大丈夫なのね。お前たちの任務は完了した。早くここを立ち去れ。まだ終わってないわ。嵐なのに月が青く見える。悪い予感がする。約束したろ、この作戦が終われば部隊を去ると。いいんだぞ、ここは自由の国だ。いやよ、タイは家族も同然。どこにも行くところはない。親父、私も一緒に戦う。わがままを言うな、オルガ。オルガだ。ミオモなんだぞ、少しは考えろ。ミオモ。いいか、今すぐヘリで離脱するんだ。離脱しないの？動くな！お！両手を上げろ。あるな、これ。銃を捨てろ、川にな。背中にもう一丁あんな。でも女か、顔を見せろ。どこの男も同じね。何者だ？オルガ・ゴルルゴビッツ。国なき民。テラスケ・キョウコさん。愚弄の精神。
そのまま。アメリカ人は女も撃つのか。俺にも国はない。他に武器は腰のナイフを捨てろ。いいね、腰のナイフ。違う、川に捨てろ。うわぁ、駆け引き捨てる、駆け引き。その位置で回るんだ、ゆっくりな。プロのようね。さすがスネーク、プロ。あ、嵐が止まった。雨が止んだ。この国も捨てたもんじゃないわね。うわっ、危な。ナイフに一発仕込まれてるやつだ、銃。うわ、この落ちてる途中のナイフ撃つのやば。スカウトナイフとはな、スペツナズ出身か。褒めてあげる。初めてよ、私の一撃をかわしたのは。やば。さあ、二度も幸運は続かない。いやいやいや、やば、超かっこいいんだけど。一生かっこいいんだけど、ここ。いやいや、ちょっと待て待て、落ち着け。ちょっと落ち着け、落ち着くんだ。これ、このおお、くんです、くんです、くんです。私は生まれた時からこの舞台と共にあった。戦場の中で私は育った。戦いと勝利が私を育てた。オルガかっこいいな。に私は戦い、生きてきた。生も死も全てを分かり合った。どこから顔出すのだろう。の他には家族もいるつだ。はい、全然いないじゃん。舞台私の…いえ、なるほどね。ヘイトの向きを計算して動けばいいんだ。お前が誰であろうと私たちの邪魔はさせない。しょーっ甘かったな。うん、さすがに寝てるか。まあアフリカゾウでも一撃で眠るやつ5発ぐらい当ててるからね。あら、うわ、これに見られたのやばいでしょ。財布か。ちょっとテリフ、あーつか言わなかった。みんな奴らの手に落ちたようだ。確かにな。連中、兵装はロシア製だが身元が分かるようなものは何もない。僕の方ではつかめたよ。何？さっきの男の正体が分かったんだ。誰だ？セルゲイ・ゴルルコビッチ。ゴルルコビッチ、オーセロットが手を組んでいた。そうだよ、シャドウモセスでオセロットが合流しようとしていた元グルーの大佐。奴らがメタルギアを。グルーって聞いたことあんな。状況が変わった。もう単純には行きそうもないよ。確かに。俺も今サイファーらしき無人偵察機を見た。海兵隊のサイファー T？ いや、陸軍のだ。海兵隊にロシア兵、それに陸軍。お前の言う通り単純ではなくなってきたようだな、スネーク。実は。何かあるのか。今回の新型メタルギアのネタなんだけど、いつもみたいに独自に得た情報じゃないんだ。それじゃあやばいんじゃないの。タレコミなんだ、匿名の。やばいっすよ、それ。そんな情報を信じるようなお前じゃないはず。実は僕には妹がいるんだ。血のつながらない。あ、一緒に暮らしたのはたった2年だ。いた気がする。初めて聞くな。それでタレコミメールの発信名に EE とあったんだ。 EE？エマっていう名前なんだけど、僕はイーって呼んでた。エマ、エメリヒ。エマ、エメリヒ。懐かしい響きだった。なるほど。偶然かもしれないけど、オタコン騙されてるな、これ。妹のことを知ってる人間はほとんどいないんだ。彼女とは？もう十何年も会ってない。罠だと思うか、俺たちをおびき寄せる。わからない。ただタレコミの後、ペンタゴンのファイルに潜り込んで裏を取った。いや、すごいな。ペンタゴンのファイルに塗って裏取るぞ、すごいな。気をつけてね。どうなってんだよ、それ。USB を手に入れた。これで奴らと対等だ。
弾倉は空だが、海兵隊の M9 と同じ9ミリ弾を使う。弾はどっかで補給できるだろう。フラッシュライトも装備されている。でも銃声には注意してね。あ、オッケーオッケー、わかりました。機関室有限、ここだな。うわ、ここっぽい。お、これレイブン。バルカンレイブンかと思いきや、バルカンレイブン人形っていうね。これ意味わかんないけど、これ好きなんだよな。バルカンレイブン無限に BB 弾発射してくれんだよな、これ。かわいいな。USB バレット振る。バルカンレイブン好きでしょ、みんな。好きじゃないの？おっ！お、びっくりした。怖いな。バイオハザードと同じシステムなんだよな。誰か出てくる。え、一正体来る。大佐、今船尾側のハッチを閉鎖しました。分かった。昇降機も我々が抑えました。モーネッキに到着した。これから降下する。下ではすでに海兵隊司令官の演説が始まっています。終わるまでに準備を終える。上との連絡手段を遮断しました。下の連中で我々の侵入に気づく者はいません。完全に制圧したんだ。了解。大佐たちの脱出路です。死守します。それと頼みがある。はい、何でしょう大佐。オルガを頼む。わかりました。はははは。こいつらやんないといけないのかな、これ。誰だ。うわ、やんないといけないじゃん、これ。いた。お前、ずっと、いた。お前、くそ、なん、こいつ。よし、やった、一人。ローリング打ちしてきやがる。そう。ああ、分かったよ。もう こっからやってやんよ、お前。ライト破壊すんなよ。来いよ、ほら。くそ、なんか奥のやつ復活したんだ。そう、なんだこいつら。いや、グレネードやめろっつ。グレネードやめろっつ。危なっ。グレネードやめろっす。オーケー、分かった。そっちがその気ならこっちも本気出してやんよ。ファイヤー。なんだこいつら。なんだこいつら。なんか、え、なんだこいつら。なんだこいつら。やめろ。ま、やめろお前ら。なんか普通に突っ込んできたんだけど。普通に突っ込んできたんだけど、こいつら。なんだよ、おい。いきなりわら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 って突っ込んできたんだけど。うまかったね。あ、え、あれ、なんか今。
出てるやついなかった、一人後ろに。後ろに一人いるわ。なんでスネーク気づかなかったんだこれ。誰だ。この兵士結構耳いいね。あなたでしたか、サラシャーシカ。お、やば、大好きな人俺。この人大好き。大佐と一緒じゃないんですか。どうしてここへ。まだ間違え。どうしよう、大佐と共に沈め。この声優さんの声大好き。スネーク、まだかい。戦争に侵入した。予定より手間取っている。すでにベラザの場所を通過した、ベラザの場所を通過しちゃった。リカバリーポイントを変更するよ。航路を変更するつもりかもしれん。なんだって。上への出口が塞がれた。連中どうするつもりなんだ。奴らの手にメタルギアが渡れば大変なことになる。今世界は再び核軍拡の。下の連中は確かに海兵隊のようだ。上と連絡が取れないんじゃ船が占拠されていることを知りようがない。海兵隊員を敵に回すわけにはいかない。ここでは銃は使えん。そこからメタルギアは見えない。選手に回らないとな。この兵力だ。奴らも海兵隊とまともにやり合うつもりはないだろう。どこに向かうつもりかな。さあな、観光地でないことは確かだ。スネーク、もう一度確認するね。カメラで新型メタルギアの写真を撮ってくれ。あ、そうか、カメラで写真撮るのか。証拠写真を頼む。写真は4枚欲しい。わかりました。メタルギアを右斜め前、右斜め前、正面、左斜め前の三方向から撮ったものと海兵隊のマーキングのアップだ。マーキング、マーキング。メタルギアのどこかに海兵隊の所属であることを表すマリーンズっていうマーキングがあるはずなんだ。なるほど、なるほど。それがはっきり写っているのが1枚欲しい。なるほどね。見逃されないためにね。ということか。わかった。わかった。実は、オラゴン任せてくれ。遠慮せずに言え。厄介事が増えることには慣れている。誰かが僕らの通信をモニターしてる気配がある。は？何者だ？わからない。だけどモニターしてるだけで妨害しようって様子はないんだ。絶対オテロットやん。って不気味で。さっきのサイファーとも関係が。どうかな。絶対オテロットだろ。とりあえずバースト通信の暗号化プロトコルを別のに切り替えてる。あと念のために写真の送信経路を変えたいんだ。この無線を使わずに写真を送るってことか。どうやって送るの？戦争の一番奥、メタルギアがあるブロックの南東にコンピューターが1台置いてある。なんでこんなところに。そこから写真を送信できるように細工しておいた。もう細工してんの？どうやったの？ハッキングしてんだ。軍事ネットワークのリンク16経由でそのワークステーションに侵入して、有能すぎんだよ。オタコは書き換えて僕が作った特製のアプリをリモートインストールして。面倒なことを。いや、やり方は簡単だよ。スネークはマシンの前でアクションボタンを押すだけでいい。仕事できすぎる、この人。アプリが自動的に立ち上がって写真のデータを読み取り、分割後暗号化する。データは偽装されたパケットに格納されて。わかった。写真を撮ったらコンピューターの前でアクションボタンを押せばいいんだ。遮っていく、うん、まあそうだ、うん、それと注意してほしいのはすでに演説が始まってる、はいはい、演説が終わるまでに撮影しないと発見されるよ。いいね。どれくらい余裕があるんだ。今日の司令官の原稿をハックした。だいたい7分って。7分アドリブがなければだけど。7分 ?7 分がタイムリミットか。短すぎるだろ。写真だけだよ。この数だ。そんな気は起こしようもない。しかし奴らにあれを渡すわけにもいかない。そうだけどまずは写真を。わかった。あとのことはそれから考える。ワールドカップの時の本田圭佑さんばりにびっくりしたわ今。アディショナルタイム7分って言ったの？各国の核戦略を再度転換させるだろう。パワーバランスは見直され、新しい世界秩序が築かれる。そして、めちゃめちゃ遊べるやつやん、これ。
軍事的主役を務めるのは我々海兵隊となるのだ。この例が完成すれば空母の戦略的価値が下がるという声もある。軍事的主役を務めるのは我々海兵隊となるのだ。あれもう動かなくなってた。この例が完成すれば、あれ空母の戦略的価値が下がるという声もある。ちょっとグラビアが流れちゃった。あら、あらら、あ、あら、あれ、え、みんなグラビアの方見ちゃってんじゃん。大佐の大佐の話じゃなくてグラビアの方を見ちゃってる。みんなあのせいでみんなグラビア大好きやん。我々海兵隊にはこの計画が必要なのだ。諸君、敵は外だけではない。どっち見てんねん。このことを忘れないでいてもらいたい。こいつら全員軍人失格だべ。同じメタルギアの名を持つプロジェクトでも海軍で進行中のあの計画とは違う。あれは核軍拡をさらに大限なく進行する。おっと、両方、おっと、両方グラビアになってた。これを推進しようとする勢力。おっと、なるほど。我々のメタルギアレイカーに対し、いや、どう、なんだ、なんこれ。スネーク、スネーク。いや、なんこれ。なんこれ。いや、カチカチ押せるからさ、ガンガン押せたらどうなるのかなと思って、押しちゃったよね。そしたら見たこともないこと起きた。我々はこの計画を完遂せねばならない。あのさ、もう昔のさ、こうコナミとかのゲームってこういう遊び要素がいっぱいあったからさ、とにかくいろいろさやってみるっていうのが大事だったりするからね。ほんといろいろ小ネタがいっぱいあるからさ、ちょっとやっちゃうよね。メタルギア、ついに来たか、メタルギア。これで写真送ればいいんだね。こんだけ堂々と周り歩き回ってんのにバレないの草だよね。なんだなんだ、ログインするのめっちゃ大変じゃないこれ。ログインルート、ログインスコット。スプリット。ん？スプリットバージョン 2.21？ すごいな、このシステム。フォトビュー。わ、すごいな、システム。あ、オタコン出てきた。いい写真を送ってくれたかい。オタコン出てきた。すげえな、これ。最初の一枚は。それ、いいでしょ。いいって、絶対。オーケーだ。右からの写真はこれでいい。オーケー、センキュー。さて、次は。うん、これでいい。前からの写真はこれで十分だ。前からこれで十分？オッケー。次は。いい写真だね。左からの写真はこれをもらうことにする。本当これでいいの？その次はどうだろう。うん、この写真は使えないな。使えないの？その次はと撮ったよ、いろいろ。左からの写真はもういらないんだ。いやいや、マジ？いやいや、ベッドカットじゃないと思ったから何枚も撮り直ししたんだけど。ラストはどうかな。あれ、ちまさん、ポンチはおかえりなさい。まさかゴルルコビッチが絡んでるとはね。ゴルゴビッチじゃない、マリーンズの。もう演説が終わる。あれ、やったマリーンズのマーキングの写真は諦めることにする。え、俺マリーンズのマーキング撮ったよ。脱出してくれ。え、俺撮ったよ、マリーンズ。このメタルギア例によって、おかしいな。我々海兵隊が新しい時代を切り開くのだ。写真の保存枚数あったのかな、道元が。いい演説だった。ん？お、さすがは海兵隊司令官、話がうまい。かっこよ。だがそれだけだ。
アメリカ人は己の言葉に酔うあまり真実を語れない。何者だ。かっこよ。真実を語れないって言って。俺はシャラシャーしか。かっこいい。またの名をリボルバーオセロット。かっこよ。リボルバーオセロット。いいな。貴様、何の用だ。新型の性能はよくわかった。こいつを奪うつもりか。奪う。返してもらうのだよ。海兵隊の数激減したな。ゴルルコビッチ、どうやって後ろ忍び寄ったんだ。すげえな。誰も動くな。いいな。いいな、オセロット。やっぱり最高だ。このタンカーにゼムテックスをたんまり仕掛けた。これを押せば爆発する。そうだ、誰も死にたくはない。エラーいっぱい出てんだ。レイをどうするつもりだ。振りさばくつもりか。私はスネジンスク、旧名チェリャピンスク70で育った。ロシアの核閉鎖都市だ。何の話だ。冷戦後我々の故郷はアメリカによって買収された。話の意図が分からない。貴様には分かるまい。土地も友人もプライドも全てをアメリカに金で買われた。この核兵器も我々ロシア人が生み出した技術の流用だ。どうするつもりだ。これでロシアを再建する。残念ながらそれは違う大佐。どこにも売るつもりはない。返してもらうと言っただろう。何？みんな不安、不審がってるぞ。え、ってなってるんです、みんな。愛国者たちにな。出た。ラリルレロだと。まさか、オセロット。貴様、この私を裏切るつもりか。私のボスは貴様ではない。何？ソリダスとはまだ。大佐、悪く思うな。ロシアの再建など興味はない。オセロット、いつからだ。鈍いな、同志。まだあの連邦が存在した時から。いいか、新型に登場できるのは一人だけだ。大佐、娘と共に死ね。くそ。えぐ。早打ち出る。
セルゲイ、その腕では現役引退だな。裏切り者をめ。ふふよ。かっこよすぎるでしょ。かっこよすぎるでしょ、この早打ち。見せ物は終わりだ。行きたい者は逃げるがいい。まだローアーニューヨーク湾だ。必死に泳げば岸までたどり着けるかもしれんぞ。やば、爆発だ。歩いてんのに当てられないのかい。オセロット、あ、久しぶりだな、兄弟。やば。お前は、そう、俺だよ。出た、名言じゃん。歳を取ったな、スネーク。そう、俺だよって言ってね。お前にも急激な老化が始まってきたようだ。ナオミがフォックス大の対象プログラムを入れなかったのも頷ける。複雑な人間関係になってきやがった。親父のクローンであるが家の仕組み貴様も。やべ、オセロット抑え込んだ。逆に50代後半のビッグボスの体細胞を使ったんだ。生まれながらすでに老いている。俺はこいつの腕となって生きながらえる。生きとる腕。いや、大佐かわいそうだよな。デルゲイちょっとかわいそう。こっちの大佐もかわいそうだけどな。ラリルレロだと言ってやられるっていう、かわいそうに。まあ、ラリルレロって言ってる時点でもうナノマシン入れられてんだけどな。愛国者発音され、できなくされてるから。レイのコックピットかっこいいな。全然コメントできないのみんな。え、なんで？怖いな。確かにレイのデザインかっこいいね。
方向硬すぎだろ。ほぼ無傷じゃん、グレネードランチャー食らっても。なんか関節部分もろそうだけどね。めちゃめちゃまずいよこれ。どちゃどちゃのクソクソにまずいよこれ。どっから脱出すんの。なんだなんだ、吸い込んでる。え、なにこれ、水吸い込んで高圧で射出できるのこれ。やばくね、これ。ドラゴン助けてくれ。カッターできてたね。明らかに水吸い込んでカットしてたよね。いやでもこれカットしてくれなかったら脱出できなかったんじゃないか。でけえなレイ。全て順調？予定通りか。マジで愛国者たちの作戦すごいからな。ここまでの計算か。うわかっこいいダイブの仕方。二足だったね。二足歩行高圧超高圧洗浄機だったね、うん、全部ぶった切るっていうね、うん、洗浄対象ぶった切っちゃうっていうね。で、例のポイントです。例のポイント？はい、サイファーでスネークの絵も押さえました。あ、やっぱサイファーもスネーク、オセロットだったか。海兵隊の計画も海の木図と。あー確かにね、レックスみたいな格格もかっこいいけど、レイみたいなこういう直線美が美しいフォルムもいいよね。スネーク！いや大統領か。裏には